クセルコダイヤモンド東京本店の西村と申します。カラットは皆様が想像しているものですと多分大きさだと思うんですが、実際は重さの単位でございます。カラットですと皆様ご要望の方のお手元の大きさだったり指の長さ太さだったりに合わせて大きさを選ぶ方がすごく多い印象でございます。そういう場合ですと、例えばカラーだったりクラリティだったりっていう別の要素グレードを落としてその分大きさを上げるっていう方が多い印象です。